両思いだと思ってた人に振られました。両思いだと勘違いしていた自分が恥ずかしいです。慰めていただけませんか, <laughs> か僕、性格悪いんで、ちょっと、あの、笑っちゃったんですけど、まあまあ、あの、えっと、次回は多分、あの、両思いだという風なのを言葉で確認するようにしてください。要はその、き、あの、要は、例えば、その自分が誘ったらデートに、 してくれるのできっと相手は自分のことを好きなのだろうみたいな要はこの行動をするから相手はこう考えてるに違いないみたいなその相手がそう動いた場合にきっとこうだという思い込みが今回間違ってたっていうのが確定したんだと思うんですよ、ね、要するにその人を見る目がないんですよ要はそのこういう行動する人は自分のことが好きだよねっていうのが確認してみたら違いましたっていう話じゃないですか なので、あの次回はちゃんとその言葉で確認するとかっていう、その、あの一個一個こう、あの石を積み重ねるっていうのと、あの人はきっとこう考えているだろうみたいな予想は外れるっていうのをちゃんと意識して次回に行けばいいんじゃないかなと思います。